どっかに完璧な幸せはないかなって。いつもそうやって幸せに浸ってるから、本当の幸せ見えてないんじゃない？雪山でね、ホワイトアウトっていうのに遭遇すると、目の前がただただ真っ白で、前後左右が見えなくなる。今どっちに自分が進んでるのかもわからない。そんな時に氷に開いたクレバスに落ちて、大切な命を落としてしまう。人生もそう。時折水墨画のように苦労があるから陰影がはっきりして生きることの全体像が見えてる。ここにある柿の種と同じ。いい。ピーナツばっかりじゃ飽きちまう。かといって種に似たあらればっかりじゃ退屈だ。いいかい。人生はコントラストなんだよ。悲しみに暮れた後に来る白い夜明けだからこそ。君の世界はドラマになるほど美しいんだよ。